はい、皆さんこんにちは。今日の質問は、はい、ちゃんと考えてから言ってくださいよ。いや、考えてね、パソコンから見てんだから。よいしょ、よし、じゃあこれでいこうか。はい、ラーメンは片面でよかろうもん3からいただきました。それこれ絶対福岡の人だよ。僕もそう思いました。あ、ほら、そう、迷えるゴルファーに救いの手を。はい、福岡在住のラーメンは片面でよかろうもんと申します。僕もいつも片面、いつも何でも片面。ちょっと待ってよ、これなんか来ちゃったよ。素通りしてた、素通りしてたよ。なんか俺らが質問やってるの分かってるんだろ。あ、そうなんですか。絶対分かってる。俺質問 の紙置いてって、この間見てたよ。マジですか、うん、どんなのにあいつら答えてんだよ。本当ですか。うん、見てたよ。それに対して、それに対して、うん、ジョーさん何か言ってました。いや、何も言ってないよ、何も言ってないけど。あ、一応見てるんですか。見てた。なだから、ちょこちょこ工房来たり、あの、はいはい、クラブハウスやってるから。はいはいはい、何やってんだろうな。はい、このね、ラーメン片面でよかろうもん。はい、よかろうもん、よかろうもんって博多弁、博多弁、博多弁。コックを入れる方向を、感覚を教えてください。え、コックの感覚、いきなりそんな BK ボコボコ。コックを入れる方向の方向で感覚、はい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 、ヘッドスピード40前後でドライバーの飛距離230ヤード前後、ゆったりスイングをイメージしてラウンドしていますので、ドライバーはほとんどフェアウェイを外しません、ただ飛距離がもっと欲しいです、どうやら自分のスイングはほとんどコックが入っていないらしく、はい、友人からはコックが入ればいいけどねと毎度言われますと、コックを入れる方向や感覚がわからないため、小暮さん、教祖さんにどうかご教授ください。そんなね、コックの入れ方を宮下さんに聞いちゃダメですよ。確かに。あ、確かに、自分で言うの。俺のコックの方向はトリッキーだからね。僕的に言うと、うん、コックはこう入れる、うん、あ、それ俺もね、言おうと思ってたの。言おうと思ってた。だって宮下さんのコックはさ、こうじゃなくてさ、こういうコックじゃん。なんで手を前出すの。だってボクシングこうじゃん。全然そうじゃないっつ。え、全然そうじゃないよ。いや、いや、でも縦の方、細かく言うとそうなの。はいはい。だからこういうコック良くないんですけど、こういうコック、だからこうの方が叩けるから、こう叩く、だからこう叩くのを回すんですよ。あの、わかります。なんて説明すればいいの。なんて説明すればいいのじゃなくて、だから、いや、一緒。いや、コックは縦方向にでいいんじゃないの。コック縦方向、これが回転を入れることによって叩ける。すごい、まあ、いや、だから、いや、いいんだよ。コックの入れる方向だから、うん、感覚が分かんないんだよ。だからコックは縦ですよ、横じゃありませんよ。こっちの横コックじゃないです、縦コック。だからこう、まあ、横はコックって言わねえよな、うん、基本この縦の動きだね、うん、ということで、そういうちょっと縦に動かす感覚でね、はい、やってもらうといいかなと思いますけどね、うん、まああとノーコックでも上手い人いるからね、うん、リュウリツコとかね、必ず出てきますね。もう代表格だからね、ノーコックのね。あ、井戸木さんもだ。そうですね、はい、まあ、ノーコックの人は基本曲がる人見たことないよね、うん、だからフェアウェイ外さないって言ってるんだから、うん、これコック入れ出しちゃったらまたフェアウェイ曲がっちゃ取れなくなっちゃうかもしれないよね、この人。だからもしかしたら一緒なんですよ、僕と一緒なんですよ、多分。何を曲がっても飛ぶ方がいい。お前そんなこと言ってねえじゃねえ、一言も。いや、言ってる言ってる。俺は曲がっても飛ぶ方がいいって言ってる。嘘だよ、曲げたくないもんって言ってんじゃねえか。いや違う、あのね、最近変わってきた。ま、出た。まあ、だからちょっといろいろ試してよね、試してやってみて。だからいろんなコックの仕方をして、なんだっけ、自分に合うコックあるはずなんで、僕はなんかこういう推奨しますけど、あるんですよ、宮下さんってコックもあるし。ねえ。ということです。
またちょっとジャムさんの巡回来たか、巡回クラフトの名前、クラフトの質問、順番通りでいいでしょ。えだってどうせ分からなかったって抜かしちゃったりするじゃん順選ばなくていいんすよ。えいや、クラフトあった方がいいかなんだ。だって小倉が答えたがってるからさ。答えたがってるっていうことは、トリッキーな質問が欲しいんですよ。お前トリッキーだからな。どうしよう、これにしようかな。じゃあクラフトじゃないんだけど、はい、この人初めてだな、名前が、はい、キンさん、キンダイエーって書いて、なんて読むんだろうな、名前ちょっと読めなくてごめんなさい、はい、京都小暮市、いつも楽しく拝見させていただいてます。アドレスについて教えてください。はい、自分はゴルフ歴1年、うん、平均スコア100ぐらいの素人ゴルファーです、はい、目標方向にスクエアに立つと、うん、プッシュスライスで右に行くか、うん、右を嫌がって手首をこねてしまい、はいはいはい、フックしてしまいます、はい、オープンスタンスで構えた場合、はいはいはい、目標方向にほぼまっすぐ飛びますと、はいはい、自分はこの先どのスタンスで練習すればよいのでしょうか。Me too じゃないですか。え Me too。スクエアでまっすぐ飛ばす方がいいのか、オープンスタンスを極めるかお願いします。スルーしないでくださいよ。何が自分じゃないですか。 Me too って言わない、 You too だ。 You too じゃないですか。いや、あのね、これはね、そうしていいタイプと、あの場合と、そうじゃない場合があるから。え、嘘あるよ。だって軽率に、だってまっすぐだと右行くし、じゃあオープンでまっすぐだと、いや、インサイドからこうやって寝てきたら絶対右行くんだから、うんうん、だからそれを開くことによって調整してんだったら、これはスイングの改造にならないじゃん。いやいや、じゃあ宮下さん、自分のスイングはどうなってる。俺はなんでオープンにしてるかっていうと、見やすいのと、左腰がもう腰で回らないから、オープンにしてる方がね、乗ってくるでしょ、腰が切れて。いや、ちょっと待って。だからその分析は絶対いるのよ。分析してくださいってこと。ただ単にあそこに飛ばしたいからオープンの方がいいんじゃなくて、スイングがもしかしたらこうやって落っこってこうやってくるから、右に行くタイプだったら。いや、宮下さん落っこってんじゃないですか。いや、落っこっても戻すやろ、ね、これは。やかましいわ、お前この野郎。もう最近また血圧上がってきてる。でも髪の毛生えてきたからいいか。いや、ちょっと待って。いや、だからそれをね、ちょっと自分で分析してもらってやった方がいいかもしれない。率直に宮下さん、逆にこの人はクローズで打ったらどうなるかもやらなきゃ。ああ、じゃあ宮下さんクローズで打ったら、クローズで打ったらマンツかも。ただのサイズ、オープンで捕まってるんで、もっと捕まるじゃん。そう、終わりじゃん。だからショートアイアンでも50ヤードのフックが打てるのはそういうこと、俺はね。ということで、だからちょっといろいろやってもらいたい。オープンスタンスだけじゃなくてね、クローズやってもどうなるのかっていう現象ね。それで軌道が良くて右にプッシュアウトしてるんだったら、オープンにしても問題ないと思う、はいはいはい、これがスクエアに立ってもうインサイドからこうやって、まあ、インサイドアウトになってて、左向いたらちょうど自分のイメージする場所に行くって言うんだったら、うん、ちょっとスイングを変えた方がいいから、うん、その辺のアドレスのスタンスの取り方は、うん、またクローズにしてちょっと打ってみるとかして、うん、どういう入りをクラブを、自分のクラブがどういう入りしてるのかっていうのを一回見てからもう一回試してもらいたい、うん、いうことでいいよね。半端ない、うん、競争だもん。いやいや、そこ笑うところも。いや、笑っとけ。はい、続きまして、これどうしようかな。結果が出るように、高さん、インパクトで右腰プンのカモンローリーのイメージが合ってきました。おほほほほほほほ、合う人っているんだから、ちゃんとお前。俺が言ってるのはもうあながち間違ってるわけじゃないからね。いや、俺間違えてるとは言ってないけど、トリッキーとは言ってる。ブルーネイビーシゲキックスさんです。はいはい、先日の60度のウェッジの相談の時は、はい、速やかに的確なアドバイスありがとうございました。競争小暮氏に質問です、はい、ドライバーからアイアン全般に、インパクトがヒール目に当たります、はい、シャンクは出ないのですが、かなり飛距離ロスの球が出ます、うん、ボールを先っぽに構えたり、うん、少し遠くに構えたりしてますが、対策方法がありましたら教えてください。
アイアンですか、アイアンのことですか。いや、全般全般、うん、でもドライバーとかも全部そう浮いてる。え、いや、まあ基本浮いてんだよね。だから、球筋で言うとローフェード打ってもらう。こう当たって入ってるから、こう入ってるから、まあ、浮くのをね、直すってのは難しいのよ。あの説明じゃ簡単だけど、うん、ちょっとスライス系打ってもらう。そうだね、まあ、まあ、だから手元を低くするっていう意味ではね、うん、そういうのはいいかもしれないけど、うん、だからボールを先っぽに構えてもダメなんだよね。だからさ、スイングを見れないからね。いや、何回も言うけど、まあ、それはしょうがないよ。だってスイングは見せないから見れないからねっていうお前のコメントが多いから、一回ね、あの僕のスイングをって送ってきてくれた人もいたのよ。お、はいはいはい、ただ、はい、それだと本当のレッスンになっちゃうでしょって言うんで、うん、まあちょっと、うん、あの俺は一回見たけどね、はいはい、すっげえあの癖のないいいスイングしてたんだけど、はいはいはい、まあだからそれやっちゃうともう本当のレッスンになっちゃうからさ。あ、そっか、うちはレッスンじゃなくて、うんうんうん、ただ単にポイントアドバイスだから。あ、そっか、できるできる。じゃあお願いしますよ、お願いします、競争ここで逆にあれなんじゃないの、ヒールに構えたのいいじゃない。出た、適当に言ってない。言ってない言ってない。逆両方、要はシャンク出た時とかも逆に近く立ってくれって俺前言ったことあるじゃんっていう要領よ。本来はクラブっていうのはヒールに構え、あの構えたところよりもインサイドから絶対入ってくるんだから、うん、外から入れようとしてもね、うん、だからジャンボさんがヒール面にアドレスするでしょ、うん、あれっていうのはもうクラブっていうのは体に近いところを巻きついてくるから、うん、上げたところよりもインサイドから降りてくるのが普通なの、うん、普通のスイングの人はね、うん、だから遠くに先っちょに構えるんじゃなくて、うん、ちょっと近くに立ってヒール目に構えて打ってみたらどうですか、うん、多分これで意外と芯に当たる確率増えると思うね。ユニット今ずっとヒールに当たってるって言ってるんだけど、うん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 、それ一回ちょっと試してもらいたいな。あ、試し、あ、そうですね、うん、ということです、うん、まああとね、ちょこちょこ来てんだけどね、はい、国連があの要はジャンボさんに何を教わったのかとかね、そういうの知りたがってる人いるんだけど、はいはいはい、まあ、これは企業秘密だよね。そうだから、まあ、でも国連の動き見てれば、うん、もう自己分析、この動画を見てる人は、うん、分かると思う。分析できる人間が、うん、だったら、うん、あ、国連のこの動かし方でってなれば、うん、どこを変えたか分かるよね、うん、あの要はカットしないで全部載せてるから、うん、打つ前の動きから何かね、うんうん、分かると思います。分かるよね、うん、まあ、それがだからうまくいくかどうかはまだ分かんないよ、ね、ただあの練習場では良かった、うん、まあ、その動画もあの多分上げるけど、はい、ということでね、はい、続きまして、強くまっすぐは無理ですさんからです最近名前みんな変えてきてないかこれはい、いつも楽しく拝見しています、はい、ピンの G400LST10 度に IZ の 6X を購入しようとしています、うん、それやりましたよ。いや、この人多分違うと思う。また違う、また違う人だ。そう、同じじゃないですか IZ とピンで、うん、でヘッドスピード47です、うん、どう思いますかあのね、分かんない、分かりませんでも2人目ですね、その組み合わせ。そうだね、だって宮里優作選手がそれだから。あ、それは賞金王のスペックとりあえずね、うん、したくなるんでね、やっていいと思いますよ。いや、もうやりたかったらやってくれって感じだよね、うん、もうやってそれでまた改造するんですよ、うん、カスタムそういうことね、うん、はい、続きましてこの人ね、うん、あれ、あ、そうだ、そう、これね、あの肝心な小暮シェイのジャムさんのレッスン内容はないんですかっていうのが安藤さんから来てるんだけど、はいはい、まあ、これはね、さっき言った通りね、うん、分析してくれってね、そう、分析したら分かる、うん、と思います、続きまして、うん、牛原明則さんっていうかな、はい、宮下様、小暮様、いつも楽しく拝見してます、先日練習場で原エリカさんに会ったものです。お、あの多分ステップアップの、うん、優勝したけどね、うん、この間あのあれかな、クイーンズヒルかな、クイーンズヒル、はい、あれの福岡だと思うんだけど、はい、なんか練習場行ったらあったらしいのよ、はい、まあ、その人なんだけど、う
ドライバーを M2 から M4 に変えたのですが、はい、ヘッドが軽く感じ、ゴルフ仲間から鉛を貼った方がいいよと言われ、はい、貼ってみたのですが、はい、逆に飛距離が落ちたみたいです。鉛を貼る注意点と教えてください、はい、シャフトはちなみに M2 の時からスピーダーエボリューション2、飛距離が落ちたと思ったんなら、貼る場所変えてください。そうでね、貼る場所変えたもんね、うんうん、もうだからどこに貼ったらいいの。いや、それはだから、あれ見てくださいよ、あれ見てくださいって、あれ、4月から始まる僕のあれやるから、ナマルネチ言いますんで、言っていいの。あー、ゴルネット TV なの、はい、あー、4月、まだいつか連絡来てないの、ね、連絡来てないです。それちょっと、ゴルネット TV でちょっとお話ししてます。ナマルの件はね、うん、どこに貼ったらこういう効果があるよっていうことをやってんだ。はい、カーッとまたトリッキーなことやってんだ。それトリッキー、顔にトリッキーって書いてあるもんな。トリッキー小暮れしって今度みんな書いてきてくれなきゃ。いやトリッキーバンチはもう決まってんすから。いや俺じゃねえ。トマルさんにできますよ。俺じゃねえ。トマルさんにトリッキーバンチは誰ですかって言ってもらわないと、はい、っていうことでちょっともうちょっとしたらねやるからね、お楽しみにということで、続きましてオリオン K さんからです。いつもありがとうございます。先々日は手打ち前倒しシャッターベースについてほうきで丁寧に説明していただきありがとうございました。少し前の動画で小暮さんがジェズのジャンパーのアイアンについて話されたのを聞きまして、はい、思いまして、はい、ジャンパーさんファンの人として一つでもジャンパーさんのモデルを持っていたくなり、はい、ヤフオクでジェイズプロフェッショナルウェポンのアイアンセットとパターをゲットしました、はい、このモデルは20年前くらいのセットです、はい、早速練習しました、はい、4番、8番、ウェッジが打ちやすかったです、はい、パターとウェッジは打感、打音が素晴らしいです、はい、っていうか20年前のクラブはもう飛ばないぞ。飛ばないです、ドフトもね、ないですね、うん、あ、サインしとって、はい、なんか内容変えた？変えてない？はい。内容変えた。その内容。そのまま。そのままですか？あ、いいよ、そのままです。もうホットなくなるって感じ？そうですね。だよね、もうね。来週に何か入れてもらいたい商品ありますか？はい。いや、後で次お願いします。はい。踊り系だろ基本は。炭酸水ってありますか？炭酸水欲しい。あ、わかりました。炭酸水前までなかったんですけど、本当の炭酸水、トリッキーだよ、もっとお前しか飲まねえ炭酸水なんか。炭酸でさ、でもジュースだとさ、なんかちょっと甘ったるいからね、うん、違う、お腹にいいからと思ってんだろ炭酸水。違う、炭酸が好きだった。普通のとはなんかちょっとレモン風味のやつ2つ欲しいです。一番売れてないやつ、とりあえず、うん、いいですか、はい、じゃあ来週すいません、はい、はい、よろしく。しました。これ溜まっちゃってるんですか。え、うん、後で持ってる、はい、はい、質問です、はい、クラフトマンの小暮さんの企業秘密になるかもしれませんが、はい、シャフト交換の時、はい、シャフトを刺す方法ですが、うんうん、自分なりにいい顔に刺す時に、はい、シャフトの入れ方はどのような角度に入れるのでしょうか、うん、差し支えなければ教えていただければ幸いです、道具を整備して自分で、やってみたいと思ってますと。あ、別にみんながやってることですよ、うん、ヘッドがあってたまたまヘッドがない。え、だから、例えばこのヘッドだったら、まあ、ヘッドがありましたら、こう刺してみて、うん、ね、こう置いて、うん、どの角度、うん、これちょっと全然、あ、これどれでどういう風に入れた方がいい顔になるかとかをちょっとこう、うん、入れてね、うん、フライドとかね、すごいアバウトにやっちゃったけど、うん、これサンドイッチのシャフトが入んない。え、もう一回やった方がいい。まあ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 、でも入れる方向だよね。あ、そうだから、これでこの向きを仮のシャフトでどういう顔を
方向に入れた方がいいか、うん、それみんなやってますよ。刺し方だよ、うん、あ、それでだから要はちょっとこう ね, ねじって入れるとか、わかんないけど、まあ基本はまっすぐですけど、まっすぐ入っ、例えば接着した瞬間にポンって立てかけちゃったらこうなっちゃうとか、うん、アップライト気味になる、うん、あと構えた時に、うん、なんだっけ、こういう、まあ、変な入りしてたら嫌じゃないですか、うんうん、でそんなことをジャンボさんに言ったら、そんなとこ誰が見るんだよって言われてそうですね、そういう細かいことあれなんだ。いや、ジャンボさんなんそれ一言言われちゃうとまあ、だから、まあ、気にする人はそういう、あ、気にする人は気にしなくてことね、うん、了解です。PS、教祖様、ショットの時はパーンと叫びながら打ってみますねと、うん、パンチショットがいまいちですが、先日の幼いプロのウェッジ参考になりました、うん、原プロ優勝おめでとうございますということです。続きまして、はい、まあこれ結構小暮の分析してきてる人とか結構いるんだよね。いいですよ、どうぞどうぞ。いきなり押しますよね、ポンって。佐藤茂明さんです。教祖小暮氏、いつもごし、楽しく視聴しております。アイアンのシャフトのことで質問があります。はい、アイアンセット、3番から9番、ピッチングウェッジまでリシャフト NS950 から、はい、モーダス3のツアー120にしようと思うのですが、ロングアイアンだけ同メーカーの軽いやつ、モーダス105にしようと思うのですが、はい、うん、やはり同じ120で組んだ方が良いのでしょうか。いや、950から102、120は結構ハードですよ。まあ、ハード使いたいんや。いや、違う、ロングアイアンを。で、ロングアイアンって何番あるんですか。ロングアイアンだけど、まあだからロングアイアンというのは3、4ぐらいだ。っていう感覚じゃない、ロングアイアンって。3番、4番でしょ、うん、それだけちょっと軽いのにしたいんだけど、うん、どうでしょうかって。なんか自信がないんだったら軽いのしてもらってなんかいきなりだから、なんかその質問はね、僕だったらアイアンは全部一緒にするす。僕だったら重さ全部足、だって5番アイアンがさ軽くて6番が120だったらさ、ありすぎるもん。アイアンはアイアンで一対が好き、僕は好き。あ、それでもその辺は好き嫌いな、うん、僕はそういう意見を言う、うん、だったら120にしないでほしい。120にする必要ないかな。ロングアイアンが打てるので、うん、そのミドルアイアンもその重量の方が優しいですよ。だって大体195もあるからアップさせてるんだから 10g、 そっからまた100、そっから20、要するに30は 25g 上げるんですよ。上げたいんじゃないな、でもだから力が、でもなのにロングアイアンを軽い方がいいんじゃないかってちょっと弱気な発言じゃないですか。うん、いやだから、まあ、アマチュアだからロングアイアンは当たりづらいんじゃないの。だからちょっと軽めにしたいんだ。軽ければ軽いほど手打ちになりますよ。まあまあ、じゃあまあいいや、全部揃えた方がいいってことね、本来だったら小暮的にはね、うん、120で全部アイアン揃えるんだったらそこまで揃えた方がいいんじゃないかって。でも長いのを軽くするのは良くないことなの。長いのは軽い方ですから、クラフト的にはどうなの。120で統一するのがまあベストだとして、いやだからその区切り目が分からないからそういう言い方になっちゃってる。区切り目っていうと、だから何番を105にして、いつど何番から200、120なのか書いてないでしょ。ロングアイアンって書いてある。ロングアイアンの区切り目が分かんない。今のだってストロングロフトになってるから、僕で言うロングアイアンはだからさ、スリーアイアン、フォーアイアンさ、うん、入れてんのっていう感じ、スリーアイアン、フォーアイアン入れてんじゃないの。だって3番からピッチングウェッジまでのリシャフトだから入れてるよ、3番入れてるって人だよ、この人。まあいいよ、だから小暮的には、うん、全部アイアンは本当は揃えてもらった方がいいんだけど、うん、もし軽く3とか4を軽くするんだったらロングアイアンをね、うん、もう要は巷で言われてるロングアイアンで言うと3番とか4番とかツーアイアンとかのことをロングアイアンって言うじゃん。もう振った感が別物になるから。でもありなことはありなの。あ
ありかなしかって言うと、あとはその工房の人にちゃんと調整してもらってください。だってヘッドジルも変えなきゃいけないんだもん、それは。工房の人がちゃんとやってくれるんだったら大丈夫です。振った感とか合わせなきゃいけないし、だからヘッドジ、ヘッドっていうのはアイアンのヘッドは全部その流れてちゃんと一対のシャフトで作ってあるのを、うん、シャフト重量を変えると辛いです。ってことは振った感も違うし、まずミスの原因になるかも。あんま言いたくなかったね、こんなに詳しく。ただ軽いから優しいっていうもんじゃなくて、振った感が変わりすぎちゃう。ヘッド重量が大体違うんだもん。120用のヘッドと105用のヘッドって重量違うから、ヘッド重量がね、うん、あ、だからリシャフトするのもやっぱその辺も考えながらやらないと難しいよってことでいいよね、うん、だからシャフトした時に振りづらいじゃないですけど、ヘッド重量が例えば僕だったら鉛調整が大変なのかな。やってみ、そこやってみたことないです。そんな、あの、その差の、あ、ロングアイだけ軽くするとかっていう、うん、まあいいか、そういう答えにしょ、答えではないけど、うん、そういう、あの、ちゃんと、あの、そしたらそのやってもらうショップ、自分でやってやらないですよね。いや、わかんない。ヘッド重量調整が難しいです。だからショップによってはできないかもって言われるかもしれないし、うん、ということを、うん、いつがいいかな。120寸だったら120ロングアイアンも出て力つけてもらいたいな、うん、でもね、そういう風にしたいっていうハテナでしょ。いや違う違う、120同じ、 やはり同じ120で組んだ方が良いのでしょうか。俺はそっちの方が振った感は一緒になるんで、調整もやりやすい、うん、だって5番アイアンが、例えば5番アイアンがこんな感じで振ってんのに、4番アイアンとか3アイアンがもういきなり 20g 以上軽くなっちゃったらおかしいですよ。ああ、そういうことね。だから、待って、アマチュア的な考えができてなかった。軽い方が当たるっていう感覚なんでしょ。宮下さんじゃどう思うんですか。俺は別に言っちゃったけど、だって俺もだってアイアンの長い、あのロングアイアンは入れてないもん、基本。どっちにしろ当たんねえから興味ないでしょ。いや、だって俺は長くなればなるほど、うん、答えない。柔らかいの使うじゃん。まあね、うーん、だからちょっとセッティング的に言うとトリッキーになりすぎちゃうかなっていうことにしとこうね、うんうん、でも、うん、それはやめてくれとかいうことじゃなくて、やりたいならやって、うん、やりたいならやって、ダメならや、変えるまたリシャフト、まあ、ちょっと戻すってから、ね、そんなね、いちいち何回もできないって言うかもしれないですけど、気になるならやってもらいたい、うん、で報告まあ今行くどうなんだろうね。そうだよね、まあということなんで、うん、まあ、自分のフィーリングに合わせてちょっとやってみて、うん、ってことでいいよね、うん、はい、わかりました。